久保さん、今回、宗教の教える、教えるにしましょうか。教えると。なんか、統一教会のですね、あの動画が久保さんの動画の後流れまして、なんかその、献金を集めるための幹部音声みたいなノルマがあって、それで、あの、なんか、その音声がなんか入手したみたいなね、流れたんですけど、うーん まあ、あれですね。何を信じるかって大事ですね。うん。まあ、結局、その、まあ、この音声が裏側というか、その、一般の信者の方がお金を納めています。で、その、お金を徴収する側の、この裏側の、このあれですよね。信者の方は、まあ、なんかその、なですかね。まあ教、教団のノルマっていうくくりで、その,の、その、 幹部のね、ノルマを達成するためにお金を払ってるわけではなく、なんか、なんかその神様のためにお金払ってるみたいな、多分イメージで払ってるんだけども、幹部の人たちは、そのノルマを達成するためにそれを促すみたいなね。何なんだろうっていうね。そう。うーん。何なんですかね。<laughs> うーん ちょっとこれはきついっすよね。まあ、実際にこの統一協会、まあ、以外もそうだと思うんですけども、こういう宗教にはまって、なんだろうな、うーん、破滅する人っていうのが多分いると思うんですけど、やっぱ何を信じるかって結構大事だと思うんですね。別に信じなくてもいいんですし、信じてもいいだろうし、信じる場合は、うん 何を信じるのかってただ僕は最終的には僕がいろまあそのなんだ信じるっていうことは結構大事だと思うんですけど結局信じるって依存なのかなと思うんですよねうんだから結局その、うん、他者に依存するあなたを信じてますみたいな結局依存してるので依存がない信じ方ですよね 依存がない信じ方が僕は一番いいのかなと。それは何かっていうと、自分がやっていることを信じるというか、自分を信、自分を信じれるような日々行動をとるってことですね。うん。要は、例えば神様がいるとするならば、うん、神様がいるとするならば、神様を信じるんではなく、神様が後からついてくるみたいな感じですね。どういうことかっていうと、自分が日頃いい行いをしている。 そしてその行いに対して自信を持てるような行いをしている。日々切磋琢磨している。日々努力している。結果、神様が後からついてくる。みたいな方がいいと思いますね。うまくいったら神様のおかげみたいなね。商売がうまくいったら皆様のおかげみたいな話で、神様のおかげみたいな話で、日頃の行いを、を自分自身が信じれるかどうかっていうね。 うん、結局最終的には自分次第なんで、うん、全部自分次第ですからね。最終的にはなんだかんだ自分次第次第だし、全部自分、自己責任だし、結局自分次第と自己責任ができない人っていうのが、結局誰かのせいにして、時代のせいにしたりとか人のせいにしたりとかしてうまくいかないわけですよ。うん、だから神様とか、その、なんだろうな、ぶっちゃけどうでもよくて、 日頃の自分が何をやってんのかって話ですね。うん。多分ね、僕はね、多分ですよ。家から一歩も出ず、家から一歩も出ず、なんか祈りを捧げてね、神様、みたいな。まあ、その、教会にね、あの、お金を払いまくって、一千万とか二千万とか三千万とか払って、でも家から一歩も出ず、神様と。 お金もう、納しました。つってね。祈りを捧げてるとするじゃないですか。なんか変わります家から一本も出ず。まあお金は振り込みはできますから別にネットからね。振り込みします。何千万も。なんか変わります多分変わんないと思うんですよね。だってやること変わってないじゃないですか。<laughs> やること変わってないですよね。<laughs> ただ祈ってるだけみたい。自分は祈,祈ることやってるけど、生やってないっていうね。 何もやってないというか、まあどうしたいのかでしょうね、うん。自分の人生がどうしたいのかっていう。まあそのためにアクションするっていうね、ことですから。うん。そう何してんのかっていうね。まあそれが全てかなと思いますけどね。うん、はい。何を信じるのか。いってらっしゃい。